どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきたいと思います。今日皆さんに紹介いたしますのは愛知県春日井市にあります高山の中華そば専門店でもあります春樹さんです。こちらの自慢の一品を紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。今回紹介しますこちらのお店は2007年に愛知県春日井市にオープンしたラーメン専門店です。ご覧の通り食べログではベストラーメンを受賞するほどの人気も兼ね備えたお店なんです。こちらのメニュー表はこちらで、今回は全部のせの中華そばを注文しました。一体どんな中華そばが出てくるのか非常に楽しみです。注文した中華そばが運ばれてきました。こちらの中華そばはたまり醤油が効いた和風高山スタイルです。それではまずこちらのレンゲを使ってスープを一口いただいていきましょう。スープを一口いただきますと、こちらの濃厚な醤油ベースのスープとても美味しいです。続いては麺をすすっていきましょう。こちらの中華そばで使用されている麺というのは細麺の縮れ麺のようです。高山中華そばの王道を歩む麺だと思います。一口麺をすすってみますと、小麦の風味がとても良くて、こちらのスープとの相性も抜群だと思います。そしてこちらの中華そばでトッピングされているのはチャーシューが3枚とメンマ、そして半分に切った煮卵を2つに海苔と水菜とネギが入っています。そしてこちらのトッピングされているチャーシューも一口いただきますけれども、非常にこちらのチャーシュー味が染み込んでいて美味しいんです。そしてこちらのチャーシューは分厚くて柔らかくて非常に食べ応えがありますので、ぜひ白いご飯と合わせていただくのもいいかもしれませんね。そしてこのトッピングされているメンマも極太でコリコリ感の食感がたまりませんでした。またこちらのトッピングされている煮卵も非常に味が染み込んでいて美味しかったです。そして卓上にはこのように柚子胡椒が置いてありますので、この中華そばの中に適量を入れて、このようにスープと麺とを絡ませていきましょう。柚子胡椒を入れることによって味の変化も楽しむことができますし、この中華そばに柚子胡椒が加わることによりより風味豊かな中華そばへと変貌いたしますので、ぜひこちらの柚子胡椒を入れて食べてみてください。飛騨高山ラーメン店で愛知県に進出してきているラーメン店は豆天狗さん、そして白川さんは有名なんですけれども、この春日井にありますこの春樹さんもおすすめです。ぜひこちらの店舗に足を運んでいただいて、今日紹介をした中華そばを食べてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理や日本酒など多数動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!